カドケウスケリュケーボーンはギリシア神話における神々の伝令であるヘルメースの持ち物である。柄に二匹の蛇が巻きついている杖であり、その頭にはしばしばヘルメースの翼が飾られる。長母音を省略してケルケオ音とも表記される。カードウケウスとも言う。以下、カドケウスと表記する。カドケウスの図像は現代では商業や交通のシンボルとして利用されることが多い。 カズケウスは、ギリシア神話のヘルメース神の携える杖である。一般的に死者が手にする杖でもあり、例えば、ヘーラーの死者であるイーリスも同じ杖を持っていた。二匹の蛇が巻きついた短い杖であり、時には総翼を上部にいただいている。古代ローマの図像表現では、神々の死者であり、死者の導き手にして商人、羊飼い、クチ打ち嘘つき、 盗人の守護者であるメルクリウスが左手に持っている様が描かれることが多かった。象徴物としてヘルメイスを表しており、その延長でその神と結びつけて考えられる商売や職業や事業を象徴する。古代後期にはカドケウスは水星を表す惑星記号のもとになった。そしてそれは先生術と錬金術におけるその用法を通じて、 同名の金属元素、メルクリウスイコール水銀を表すようになったこの棒は眠っている人を目覚めさせ目覚めている人を眠りにいざなうと言われる死にゆく人に用いれば穏やかになり死せる人に用いれば生き返るという魔法の杖であるメルクリウス及びヘルメイスとの結びつきの延長でカドケウスは現代では釣り合いの取れたやりとりや 語形関係が理想とされる二つの両野である、小取引と交渉とを表す、一般に認められたシンボルでもある。メルクディウスと商業との結びつきは、古くからのものであり、古典古代から現代まで一貫している。カズケウスは、印刷を表すシンボルとしても用いられるが、やはり、メルクディウスの属性の延長によるものである。カズケウスは、 美術の伝統的なシンボルであるアスクレーピオスの杖と混同されるため、特に北米では誤って保健医療団体や医療のシンボルとして用いられることが多い。しかしアスクレーピオスの杖の方は、蛇は一匹だけで翼が描かれることはない。ヘルメースの黄金杖は足笛と引き換えに、あるいは有効の印としてアポローンからもらった。 黄金作りの牛追い棒だという神話があり、ホメーロス風参加の第4番ヘルメース参加に歌われている。日本では、カズケウスの翼やヘビや杖のデザインが伝統ある商業教育機関の交渉に採用されていることがある。ベルギーのアンベルスコート商業学校に班を取って、一橋大学に導入されたのが最初で、以後全国に広まった。スポーツ用品メーカーのアシックスが、 陸上競技及び長距離種目、マラソンや駅伝用ブランドゴナにデザインとして採用していた時期がある。世界保健機関をはじめ、世界各国の医療機関で用いられている胃の紋章であるアスクレーピオスの杖は本来ヘビが一匹の衣装。しかし、2匹のヘビが巻きつく杖のシンボルがメディカルカドーセウスという名で、欧米の医療機関の表彰として、また、軍隊では、 医療部対象として広く用いられている。日本でも多数の委員で採用されており、カズケウスの名を冠した医療系のゲームソフトも発売されている。ありがとうございます。